アンドリュー・パトリック・スティーブンソンは、アメリカ合衆国ルイジアナ州、ラファイエット軍、ラファイエット出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のワシントン・ナショナルズ所属。愛称はスティーボ。2015年の MLB ドラフト2巡目で、ワシントン・ナショナルズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ナショナルズで、プロデビュー。A 級。 ヘイガーズタウンサンズと A-9、オーバーダブルデイズでもプレーし、3球団合計で55試合に出場して打率。308、1本塁打、25打点、23盗塁を記録した。2016年は、a 級ポトマックナショナルズと AA 級ハリスバーグ、セネターズでプレーし、2球団合計で133試合に出場して、打率。276,3本塁打。 34打点、39投塁を記録した。2017年は開幕を A 級ハリスバーグで迎え、トリプル A 級シラキュースチーフスを経て7月23日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦にて代打でメジャーデビュー。27日のミルウォーキーブルワーズ戦ではメジャー初安打を放った。 この年メジャーでは37試合に出場して打率。1 5十1打点、1盗塁を記録した。2018年は開幕をトリプル A 級シラキュースチーフスで迎えた。何度かメジャーに昇格し、8月21日のフィラデルフィアフィリーズ戦では初本塁打を放った。計57試合の出場で打率。253,1本塁打、13打点。 一投類を記録した。2019年はメジャーとマイナーと行き来しながら計30試合で打率。367をマーク。ワイルドカードゲームでポストシーズンにダイソーとして初出場し、勝利につながる同点ホームインを踏んだ。2020年は新型コロナウイルス感染症流行の影響による60試合の短縮シーズンの中で15試合に出場し、打率。 366日本塁が12打点の成績を残した。打球の読みに裏打ちされた中堅守備は20から80評価で70とも言われる。肩とパワーは致命的弱点だが一番打者としての適性はある。ありがとうございます。